放射状に溶かして、今回は、彼女はもともと前髪があるので、少しダブルバングっぽくする。彼女の、前髪が切ってあるんですけど、ちょっと重さが目立ちますので、程よく重くもなく軽くもなく、フェイスラインの平行にスライスを取り、が平行に。第1投目はあまり長さを変えたくないので、あまり切りました。第2投目ですね。第2投目は今のスライスと平行に取り、レイアウトしますので、長さとしては、3センチ。ね。このぐらいですね。木管に1センチから1センチ5ミリの違いですけど、スクエアですね。直線に切ります。
上で、ブラッド・カフと、毛量調節の方は、では放射状に撮ってきますけど、こう下で巻いたのと巻いてないところを取り、今はリバースなんで、ここは巻いてないところがあるので、変なモコッとした膨らみは出ないと思うと、根元から巻いてますから、先に余分な膨らみがなく、根元の立ち上がりだけ出るんです。それではスタイリングに入ります。せっかくのショートヘアなので、フィンガーブローで仕上げていきます。そして根元を起こし、乾かし、余分なボリュームをワックスで抑え、毛先の動きもワックスで仕上げていきます。スタイリングが終了しました。指だけで根元を乾かして、ワックスで仕上げました。上の方は、こう柔らかい感じで可愛いんですけども、襟足のこの長さが、すごく勝負で大人っぽさを演出しています。また、仕上げの時に、耳をですね、こう出すように乾かすと、すごく可愛らしさが、